はい、こんにちは。こんにちは。ということで、早速向かいたいと思います。だいたい車で1時間半ぐらいですね。はい。なんで、まあ、日本で言ったら大阪から姫路ぐらいの距離かなって感じです。楽しみです。行っていきましょう。This is あれか。私がするよ。これが。これが好き。大丈夫大丈夫。Yeah, I think this is transfer already. Mhm. Ah, that one is.はい、ということで今日はホテル2日目です。ちょっとね、あの1日目の様子がほとんど撮れなかったんですけど、なぜかというと、まあいろいろあったな昨日は。ちょっとストレスだったな。ちょっとじゃねえよ。なんかね、最近僕らタクシー運が全然なくて、タクシードライバーとの相性がめちゃくちゃ悪いんですね。でこっちだと Uber みたいなアプリがあって、それでタクシーを配車するんですけど、なんか最初提示された金額が120ラリだったんですよ。130ラリだったんですよ。でそれで、まあちょっと高いけど、ひなたもいるしね、しょうがないから、それで行こうかってことになって行ったんですけど、なんか途中でね、一つこのホテルに向かう道が閉鎖されてるってことに気づいて、かなり遠回りしないといけなくなったんですね。でそれでタクシードライバーがですね、まあこのぐらい行くんやったら100ラリも追加で必要やわみたいな感じで言われて、で僕らそれをオファーされたのもうほんまにこことホテルの家とホテルのちょうど中間地点みたいなところやから、そっからじゃあ帰りますとか、じゃあキャンセルしますとも言われへんし、もうちょっとなんかそのオファーを断れないような状況ではあったんですね。でまあでもタクシードライバーが言ってることも I can understand somehow、 まあ he's rude but、yeah. I can understand somehow、 yeah I think but、でも when you are asking this kind of thing、you have to say some logical price you know、because the price what he said even hotel staff also said that it's too much、at least he had to say 50. なんか日本のね、そのタクシードライバーの基準からしたら、そういう道路が閉鎖されてるとか、そういうところまでちゃんと調べておけよ、それがプロやろって思う方はもう多いと思うんですけど、まあこっちのタクシードライバーってね、もうほんまにまあ安かろう悪かろうじゃないけど、じゃあそのタクシーの配車アプリのそのサポート会社が何とかすればいいんじゃないのって思う人もいるかもしれないですけど、これがね、またロシアの会社で、サポートセンターの人がね、ジョージア語喋れないんですよ。タクシードライバーの人って結構本当にジョージア語しか喋れない人が多いんですね。英語喋れない人が多いんですね。なんでもう全然そのサポートセンターとそのタクシードライバーとの連携も全然できなくて、でまあ僕はね、僕個人的な意見としては、まあ100ラリっていうのは別にまあ全然妥当というか、もうしょうがないなっていう。 But just thing what makes me very upset is that it's unfair to do this kind of things. We are with the baby in the middle of the road and he says that if you don't want I will cancel. Okay, he will go back to his home, rested, without bothering anything, but we will be in the middle of the road. そうそう、ほんま何もないとこだったんで。And it's very heat as well. そう、いやもうほんまにでも選択肢はなかったんで、まあそういう、まあ商売ってまあそういうところあるからな、でも足元見られるというか。だからまあそういうのも含めて、まあ、いい人とは言われへんけど、まあ、100ラリはしょうがないっちゃしょうがない。完全になんか、No, what you can't say in that situation.、Even if he said 500 ラリ, we could not say no. まあ、そうやな。まあ、500ラリじゃなかったのと、ちゃんとこうやって生きてるだけでもよかったな、本当に。まあ、変な、本当にタクシードライバーもめちゃくちゃ運転が荒い人は荒いんでね。なんかそういう意味では、まあ、最悪ではなかったんで、よかったんですけど、まあ、僕がね、やっぱ一番腹立ってるのは、やっぱヤンデックスっていう、その、Uber みたいな、配車アプリですよ。そのロードがね、道路が閉鎖されてるんやったら、そこの道路使える、使って最短距離での料金を表示するなってことです。それによって僕も騙されてるし、まあ言ったらタクシードライバーはもう騙されてるようなもんなんですね。
なんでその2つ、2人ともまあ言ったら俺的にはちょっと被害者的なところがあると思ってるから、うん、まあそれでね、昨日からそのタクシーの配車アプリのサービスに連絡取ってるんですけどね、やっぱもう全然なんかあなたたちは100ラリ払うことをタクシードライバーに同意したんだから、それに関してはもう全く返金とかはできませんって。いやでもさっきね、妻が言ったようにどうやってその要求をリジェクトすんねんって話やん。 yeah, yeah. そんなミドルオブザロードで、 I was very scared really because Georgian drivers are very crazy. So, そう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 、 if he would go crazy to start like beating or something、うん、like a, what should I do in that case? そうそう、 I'm with the kid as well、うん、and you might fight but it's very stressful and、うん、I don't know。まあ、現にね、ちょうどホテルに着いた時に、ナノから電話がかかってきて、ナノがどうしてもそのタクシードライバーと話したい。100ラリは高すぎるし、これは俺たちの、落ち度じゃないから話したいって話したんですけど、もうめちゃくちゃタクシードライバークレイジーになってきて。そうそう、I'm not going to leave this place until you give me money. そう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 。めちゃくちゃキレ出して、もうほんまにね、1日目はね、もう散々でね、もう帰りたいって言い出すぐらい散々だったんですよね。まあそれでね、この場所っていうのはね、ちょっとこのトークのビデオ前にどこまでお見せしてるかわかんないですけど、まあ場所みたいなのは結構いいんですけど、まあいろいろ考えた時に、なんかやっぱ気持ちの切り替えっていうのがあんまりもううまくできないんで、今からね、うん、だからね、まあ一応2泊の予定ではいるんですけど、もしかしたら最悪今日帰るかもしれないっていう感じで、今朝食を待ってるっていう今2日目です。本当にね、なんかこういうことが起きるとね、もう本当に妻はね、切実にジョージアを去りたい去りたいってずっと言うんですよね。ほんまにもう、これは it was last drop for me to like not live in Georgia。 まあ僕はなんかこの外国人としてその好きでジョージアに住んでるんで、まあなんかそういうなんていうんですかね、理不尽な体験っていうのも、まあしょうがないって言ってしまったらあれですけど、まあある程度しょうがないところもあるのかなと思いながら生活してるんですけど、やっぱり妻からしたらね、日本ももう知ってるし、トルコも知ってるし、なんかそういうところと比べてやっぱりジョージアっていうのがね、なんかまあいろんなところで、僕が言うとめっちゃ語弊があるし、めっちゃ悪い言葉みたいに聞こえるかもしれないけど、まあいい意味でも悪い意味でもいい加減なところはもちろんめっちゃあるんで、まあそういうのがね、妻の性格には全然合わないですね。It's chaos everywhere, you know? Sometimes I'm in Instagram. まあ確かにカオスやな。Yeah, it's chaos, exactly. No one is controlling anything at all. There might be rule that it's not allowed like this, but no one is care. No one cares. No, exactly, no one is checking. そうそう。For example, in Georgia, as I told you many times, like speaking on the phone or using phone during riding is illegal. They are getting bills because of that. But for police is not checking, you know. Like they are like this, and when police is coming, hiding phone like this. とか、そういう面ではね、やっぱり日本っていうのはめちゃくちゃ住みやすいっちゃ住みやすい、ね。またね、ここでね、日本に住みたい妻とジョージアに住みたい夫のバトルが。また住みたいか。ということで、めちゃくちゃおこな妻と日向です。日向はね、結構やっぱり好きそうですよ、この自然は。前にね、妻の田舎に行った時もすごいよく寝たりしてたんで。まあこんな感じでね、場所はね静かでめちゃくちゃ落ち着いた雰囲気なんですけど、やっぱりちょっと昨日あったことで、まあ妻は泣いてしまったぐらいショックだったんで、まあ、そういう意味では気持ちの切り替えが難しいんで、もしかしたら一泊で帰るかも。はい、朝ごはんを取ってきました。今から食べましょう。いただきます。ひなたイズベリークロース。いつも通りの子が乱入してきました。これもジョージアあるあるですよ。ジョージアの外のテラス席とかで座ってるともう必ず部屋はこんな感じです。これはシャワーですね。これはトイレット、そしてこれはダブですよ。日本人もおなじみのダブ。ここになんか可愛らしい棚があって、それでここに今妻と日向がほぼ裸でいるのでモザイクで処理しておきます。はい、これからですね、妻の機嫌を直そうプロジェクトとして写真を撮りに行きたいと思います。ピンクのおそろですよ。ひなた
テオリーしか私たちが宇宙人と。めっちゃ強制的に笑わされてる。次のロケーションに行きましょう。ひねた好き？これは外のプールです。ここはね、ジャクジーもありますけど、これは動けないよ今。そしてそこはテニス、テーブルテニスのテーブルもあると、日向とリオタもここにある。日向もね、結構朝の散歩は好きですよ。いろんなものに興味津々です。ここは屋内プールです。いっぱい植物がいますけどね、ちょっと何個かは死にそうですよ。めっちゃでかいわ。いや、あのバルコニーで置いといたら面白い。何笑ってる？笑ってない、全然。全く無の表情。こんなに人間が感情を失えるのかっていうような無の表情。みんな楽しいか？楽しい？そこ好き？すごいな、あなた自分の車が持ってるよ。水の中に入れないけどな、そこは楽しい。あなたもちょっと大きいになったら入れるよ。テンション上がってきた、ひなた。イエーイ、乗ってるね。リリ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 リ
なんかメロディーがあるよね。あれ、マスターヨーダみたいな。ひなたがなってる。マスターヨーダひなた。ひなたもプールサイドを楽しんでますよ。今晩ご飯を食べに来ました。ジョージア人がジョージアワイン飲んでる。ここはね、あのカフェティ地方って言って、あのジョージアはまあワイン有名なんですけども、あのよりワインが有名なところですね。ワインの産地として。カフェティのワインの動物はカフェティからです。あ、そうなんや。ブドウは一番多いのはここです。そうそう、ブドウがねよく取れるみたいな。シーザーサラダが来ました。これ思ったよりでかかった。はい、銀茶にも来ました。うん、肉汁も全く抜けてない。ちょっとだけね、あのパクチーの匂いが強いですけど。あ、ちょっとサーブで、ね。
コリアンダー。レストラン食べ終わりましたけど、ひなたは寝ちゃいました。ベルギアワッフルも来ました。私はベルギアワッフルを初めて食べます。結構綺麗ですね。そしてめちゃくちゃいい匂いがするよ、バニラの匂い。It's not so sweet. It's more salt, like sour. このイチゴのジュースが結構サワーですよ。アニメで言ったら何のアニメみたいな。進撃の巨人。そうそう。進撃の巨人のキャラクターで言ったら誰？アルミンみたいな味です。アルミン美味しい。テラビはね、結構おしゃれですけど落ち着いてて結構いい感じですね。ひなたはどうだった？このホテル好きだったか？このポーケットも今日でおさらばです。結構ゆっくりはできましたね。I don't feel old. But I feel wiser. Wiser. Wise. Smart, you know. Yeah. More than last year, more than 2 years ago, three years ago. I think so. When I'm looking at my life, I learned so many things. And I'm pretty sure like my mind is completely changed than even 1 year ago. Especially before COVID and after COVID. Yeah, yeah. ありがとうね。いいよ。誕生日おめでとうって。